洋楽チャオーチャンガールの泉です。イエーイ。はい、今日はね、一人なんですけど、ちょっと今日はね、みんなにおすすめのね、商品があるので一人でね、食べていきたいと思います。一人で、じゃあ早速食べようかな。はい、じゃあまずね、フォークで食べようかな。フォークでね、食べよう。はい、まずはじゃあショートケーキ、やっぱりこっち、やっぱこっちにしようかな。これそれにしよう。あ、やっぱスプーンにしようか。そう、私ね、ケーキスプーンでいつも食べるから。じゃあいただきます。どこの部分から食べるのかいつも迷うよね、やっぱ。いや、真ん中からいくか。やっぱちょっとこのいちごとさ、この生クリームとさ、パン、スポンジのね、部分も一緒に食べないとね、いつもこうやってね、ちょっと乱れちゃう。ちょっと、美味しそう。そう、いい具合にね、取れたところで、いただきます。はい、食べよう。美味しいよねちょっと上かもしれない。甘くて美味しいねじゃあちょっといちご食べようかな。ね、いちご美味しそう。やっぱみんなっていちごさ上さ、残す派、あの最後に食べる派、どっちだろう。私ね、いつもね、最初に食べちゃう。そう、いちご食べる。いちご、そこ。やっぱ私後から食べるかも。うん、ごめんね。あ、やっぱ先に食べる。食べよう。美味しそう。はい、ちょっと先口拭こうかな。口拭いてから。よし、プリンはやっぱフォークで食べるよね、みんないいと思う。プリンってやっぱフォークで食べるよね。美味しいよね。フォークで食べるから美味しいよ。美味しそう。プリン、みんな食べたことある？クリームミルクプリンだって。美味しそう。いただきます。味わってから食べるとやっぱ美味しくない？美味しい。これめっちゃ美味しい。みんなぜひ買ってみて。本当に美味しいから、いただきます。はい、うん、本当に美味しい。一回顎で食べるのがおすすめ。顎が美味しいって言ってる。顎うまそう。じゃあね、プリンも食べたところでね、もう一回ちょっと顎がお口直ししたいらしいから、顎も拭けたところで、次はじゃあね、この何、美味しそうなこの和風なね、やつ、ちょっとぜんざい。これぜんざいって言うんだけど、このさ、やっぱクリーム、今クリームがフォークに乗ってるんだけど、このクリームも可愛いよね、なんか。みんなぜんざい好き？あ、白玉もじゃあ一緒に食べようかな。はい、いただきます。いただきます。いただこうかな。はい、いただきます。あー、美味しかった。またね、みんなも食べてみてね。はい、じゃあごちそうさまでした。バイチャオ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 、バイ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 。